私にも子供が3人おります。もう20歳を超えたのが2人。この20年間、つまり子供たちが成長してきた過程の中において、空白の20年間という言われ方もしますけれども、デフレ経済が続いておりました。なんとか景気を上向かせなければならない、日本の経済成長を実現しなければならない、誰もが思っていることです。金融政策、財政政策、さまざまに各政権手を打ってまいりました。そして今度の政権も手を打っています。大事なポイントは、それが一部の所得の高い方々に集中するのではなくて、町場の普通に生活している私たちの生活にきちんと反映されてこなければならないということであります。千葉県は素晴らしい県です。農業、水産業、そしてもちろん工業もあります。東京に通うベッドタウンという意味合いもありますけれども、千葉県内にも多くの企業があります。 JC に参加されている皆様方も社長さんも多いんじゃないでしょうか。この千葉県で企業を経営されているということと、それから業を起こす、起業し、そして雇用するということで、千葉県を本当に元気にしていただきたいというふうにも思います。地方分権、地域が主役の時代であります。もちろん各種法律は国会が決めますが、地方分権の中においては、その地域の担い手、リーダーの働きがとても大切だと思います。成田空港、羽深議員連盟の会長も実は私は民主党でやらせていただいております。国際空港もあるんです。これを使う、そして輸出入、魅力的な農産物もあります。工業製品もあります。みんなで知恵を出して、厳しい状況でありますけれども、千葉県を元気にしていくためにも、千葉県内の経営者の皆さん、そしてアイデアを持っている皆さん、みんなで相談をしながら、話し合いながら、千葉県を元気にしていきたいというふうに思います。私も千葉県選出の参議院議員として、皆様方と話し合いを重ねながら、国会でできること、地域でできること、あるいは知事さんにやってもらうこと、市長さんにやってもらうこと、こういったことで千葉県を元気にしましょう。